デンマーク一部ブレンビーフの MF 鈴木優いとは、直近6試合で6ゴール4アシスト途絶好調で欧州ビッグクラブからも注目を浴びている。現地時間4月28日のプレイオフグループ A 第5節ノアシェラン戦、1から1で先制ゴールをマーク。リバプール専門メディア、ラウジングザコップは鈴木優いとのプレイスタイルは南の匠に例えられると評価した。 22歳の鈴木は昨夏、清水エスパルスからブレンビーへ4年契約で加入。昨年10月のリーグ第10節ビル・ビレイフ戦ン、3から0で移籍後初得点をマークすると、第13節ノアシェラン戦ン、2から1で初スタメンを勝ち取り、徐々にプレイタイムを伸ばしてきた。レギュラーシーズン最終戦となった第22節シルケボーイフ戦ン、4から1でハットトリックを達成すると、 プレーオフラウンドでは4試合2得点4アシストの活躍でノアシェラン戦を迎えた。この一戦でも武器との1対1を制して、ゴール左隅に流し込んで、直近6試合で6ゴール4アシストとした。絶好調の22歳 MF にはデンマークメディア、ボールドドット DK により、マンチェスターシティやリバプール、レアルソシエダ、アヤックスなど1、2位クラブが視察に訪れたと報道された。 これらを受け、欧州では挙州報道が加熱。リバプール専門メディア、ラウジング・ザ・コップはフェンウェイスポーツグループ、FSG のフットボール部門セオに復帰した元スポーティングディレクターのマイケル・エドワーズ氏が獲得する人材として、うってつけ、と伝えた。エドワーズ氏はデータ調査に基づいて逸材を発掘するチームも強化したいと考えているようで、 まだ欧州での実績や知名度が乏しい鈴木は、うってつけ、だという。特徴的には、非常に万能な選手で南野匠に例えられている。南野のように鈴木は前線のうちどこでも配置できる。また両足を使うのが得意という非常にユニークな能力を持ち、今季は左足、右足で得点している、と伝えられた。エドワーズ氏の手腕を発揮して、 かつて彼が獲得したがっていた、リバプールにとって完璧な隠れた逸材になる可能性がある、と指摘した。